こういうケースがね一番ダメなんですよ。このケースを避けて通らないかんわけですね。そうでしょ。だから昨日のようなケース持っていかないかんですよね。うん、宮本さん、まあ、なんと言いましてもこの打点が130もあるんですね。今村山さんが言ったようにですね、なんとしても美濃田を打ち取って、そしてツーアウト二塁にしておいてブーマーを出してもいいという形で攻めていくのと、もうどうしても出しちゃいかんという攻め方とはもっと全く違ってくるわけですよね。村山さん、また内角のシュートが入りましたよ。入りましたですね。まあ今日はランナーが1、2塁ですからね、ちょっとブーマーもやっぱりこれ昨日の、ね、挽回という気持ちはあると思いますよ。そうでしょうね。ですからその今のシュートをですね、もっともっと近めに投げていかないかんですね。うん、と外ボールです。ノートゥー。ブーマー本人はゲームから遠ざかっているんでゲーム感が心配だ、第1戦はあんまり期待しないでくれねと言っていたんですが、その通りに、まあ、昨日はなったんですけども ね、ちょっとしかしペナントレースよりはちょっとあんまり絶好調とは言えないですよね。あ、そうなんですか。今の見送り方を見てましたよね。やっぱ気がカッと打ってみましょうかね。乗りすぎている感じがしますね。2メートル100キロの大男です。すごいライナーが一塁側の内野スタンドへ。ほとんど表情を変えませんでした。北別府加藤さん、はい、三塁側ですがね、このブーマね、広島入りするとき8本バット持ってきたんですよ。昨日内角攻めで3本折りまして、今日練習でまた1本折っちゃいましたね。ねえ、それで今日折ったバット短くなりましたね。その折れたバットでどうせ今日も内角攻めなんだろうから、この短いバットで打とうかななんて笑わせてましたがね。あ、そうですか。この人は大きな体なんですが、稲尾さん、バットは目いっぱい握らないんですね。そうですね、ちょっと暴らしてますね。はい、ワンアウト二塁一塁でブーマーです。うんと、ワンスリー。村山さん、北別府の表情どうですか。うん、肩に力入ってますね。あ、そうですか。まあ、久しぶりですよ、この北別府のこの緊張した顔を見るのね。で今日はね、あのボール振ってこないですね、今日は阪急の打者は。あ、そうですか。今のでも、まあ、昨日は結構ボール振っとったんですがね。あと今のどうでしょう。シュートですね。でもこの人があのバットを持って打席に入りますと、なんか子供用のバットじゃないかというように非常に小さく見えます。ねえ、本当ピッチャーも投げづらいと思いますよ。日本シリーズ第2戦、超満員の広島市民球場です。1回阪急の攻撃はワンアウト1塁2塁、セカンドランナーが福本、ファーストランナーが美濃、いずれもフォアボールのランナーです。打席は怪物ブーマー。 2-3 詰まった、ショートゴロ、ゲッツーコースが弾いた吉彦、ファーストへ送った、ファーストアウトですが、それぞれ二塁三塁。村山さん、今のプレーは、ダブルプレーじゃないかんですね。昨日もあの阪急でありましたね。8回にね。そうです。その山本浩二があのショートゴロ打ったやつをね、ダブルプレー戦ばっかりに、あとね、長嶋にツーラン打たれたんですからね。そういうケースになってきますから、やっぱりピシッとやらないかんですね。やるべきことはピシッといかないかんですね。